阪神の優勝目前で大阪府警警戒態勢、1300人を動員。プロ野球阪神タイガースの18年ぶりとなるセリーグ優勝が目前に迫ってきた。過去の優勝時には、大阪南に大勢のファンが押し寄せて川に飛び込み、死亡事故も起きた。大阪府警は約1300人を動員し、通行規制を実施したり、インバウンド向けに外国語で誘導したりする計画で、雑踏事故などへの警戒を強めている。優勝をあれっていうのはなんで？道頓堀ってまだ声優にならないの？大阪やけど、それほど盛り上がって変で、どんでんすげえんだな。国内のたった6チームの頂点に立つだけでそこまで盛り上がれるのすごいわ。WBC で日本が世界一になっても渋谷駅前は無反応だったのに、優勝しそうなったら半甘か道頓堀行こう思ってるんやけどヤバそうか？2003年経験してる人教えてくれ。配信する人が押しかけて大変なことになりそう。大阪は娯楽がないんかな。どっちみち騒ぐというね。そらあれやがもう優勝言うわ。どんなに止めても強行するアホはいるからな。大量の警備員に加えて人力では絶対に倒せない乗り越えられないバリケードまで設置すれば止められるかも。関西住んでた時あれを経験したけど、あれから20年あれしてなかったことの方が驚きだよ。とりあえず今日は負けろ。俺の日程が合わん。税金の無駄やな。警察も休ませてやれよ。今年ダイブするやつの8割、野球見てなさそう。将棋倒しは真面目に怖いな。外国人観光客やら動画目当てやじ馬やらで、昔よりもずっと危険なんじゃないか。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。